皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週土曜日にアップしております週刊漫画売りランキングトップ30を紹介していきたいと思います。で、今回の期間更新の6月20日から26日まで週間ランキングトップ30ということで、いつもの30から10枚の紹介していきたいと思いますということですね。前回までの週刊漫画売り上げの動画ですとか、あと漫画系でね、普段上げてる動画に関して概要欄にリンク貼っておきますんで、でまあ見せないという部分はぜひそちらも合わせていただきます。大変嬉しいですと。で、今回の注目ポイントはなんといっても、もう毎度のことにはなるんですけど、スパイファミリーですね。なんとこれまで10週連続全巻トップ30入り、もうアニメ始まってからずっとランクインしてるという意味わからんね、驚異の記録を残しているこちらの作品ね、この前ついに最終回を迎えましたけど、今回は果たしてどうなったのか、一体いつまでこの記録が続くのか、それもね、ぜひご注目いただけたらと思います。またですね、今回多分サムネとかに〇〇がガチで強すぎるみたいになってると思うんですけど、一体何が強すぎるのか、もうやべえですもん。やばいことになってます。まあかなりまた面白いランキングになってますね。で、最初から最後まで、楽しんでいただける幸いです。ということでですね、まあ30位から紹介していきたいと思います。で、まず第30位です。30位、週末のワルキューレ15巻スペシャルエディションということで、こちらは週末のワルキューレ最新刊のオリジナルステッカー付き特装版というこうね、こちらの初動の方が 28,699部というね、まあ特装版こんな距離出るということは、15巻自体何回売れたの、何部売れたの、それもね、楽しみですけれども、ひとまず特装版の初動が 28,699部で30位となっております。では次で29位です。スパイファミリー1巻、早速1巻来ました。こちらが、初動 28,797 部で、累計で 214,432 部ということですね。前週は 32,80 部売れてましたんで、まあ、1500部ぐらいかな。もう売れ落ちていますけど、いまだに3万部近く売れてて、もうとんでもない記録をね、まだまだ残しております。スパイファミリーというところでございます。では次で28位です。28位。スパイファミリー7巻というこうね、今度は1巻付き7巻というちょっと珍しいような感じもしますけどね。こちら 29,058 部売れました。累計で 170,1692 部となっております。で、27位です。スパイファミリー6巻ということで、こちら 29,603 部売れまして、累計で 182,3051 部売れております。で、26位です。スパイファミリー4巻という子ね、こちら 32,54 部売れまして、累計で 196,6105 部となっております。ですね、まあ4巻に関してもね、もうすぐに累計200万部累計でも売れる量という、そこでとんでもないことになっております。はい。で、25位です。スパイファミリー5巻という子ね、ここからここで早くもね、1巻と4、5、6、7巻がね、もうすでにランクインしたというとことですが、32,61 部売れまして、こちら 190,3855 部累計で売れております。で、24位。ゲート、自衛隊、かの地にて、各戦えりということですね。こちらに関しては、もともとファンタジー小説ですね。まあ、アニメ化もされた作品ですけれども、そちらのコミカライズ21巻が、31,582部ですね、初動かなで売れておりますというところですね。もう非常に人気ですよね。うん、そうですね。自衛隊かの地にて各戦いと、うん、というところです。はい。では次23位です。23位、黄泉のつがい1巻という子をね、まだまだランクインしていきます。こちらの作品に関してはもう3週連続かな、ランクインというところで、31,650部今週売れまして、152,614部売れてる勢いでおりますということでございます。で、22位です。スパイファミリー8巻という子をね、こちら32,730部売れまして、累計で1,499,993部売れております。で、21位です。オーバーロード17巻という子ね、まあ、ついにアニメ4期も始まりますけれども、オーバーロードのコミカルですね、こちら 33,485 部ショートで売れております。ではここからトップ20入ってきます。第20位です。20位、スパイファミリー9巻ということで、ここで最新巻がね、もう早くも来てしまいました。33,715部売れまして、累計で 144,3610 部という子をね、先週9巻がどんぐらい売れたかって言いますと、37,189部の、まあ、3000部、4000部ぐらい、まあ、だいぶね、さすがに落ちてきてしまったのかな、というところで。で、今のところですね、1巻と、4、5、6、7、8、9が入っているというところで、2、3巻が俺入ってませんがね、どうなるのか、というところで。はい。では、次、第19位です。19位。箱詰め、交番女子の逆襲21巻ですね。これ第1部感謝かな、34,459部ショート売れてもさすがですね。で、次、第18位です。18位。
週末のワルキューレ、異聞、呂布宝泉、飛翔伝っていうのかな6巻ということで、こちら、34,810部ね、ちょうど売れてるの、さすがですね、週末のワルキューレね、スピンオフもこんだけ売れてるというところでございます。で、次17位です、17位。ジョジョの奇妙な冒険、クレイジー D の悪魔的、あ、じゃあ悪霊的失恋、1巻というかね、こちら、38,775売れましたる、先週についてランクイン、74,131部累計で売れております。で、第16位です、16位。魔女大戦32歳の異彩の魔女は殺し合う4巻というこうね、こちらに関しては、初動44,387部というところで、これ掛け狂いとかね、あと、今、幕末道具とバルバロイってね、少年ジャンプラス連載されてますけど、その原作者さんの川本先生ね、もう一つの作品というと、すごいたくさんやってるんですよ。めちゃくちゃ多彩な方だなって、今、まあ、チートスレイヤー事件もありましたね。まあ、ひとまずこちらもね、売れ行き好調と、初動4万、これ非常に売れてますね。44,387部となっております。で、第15位です。15位。金田一37歳の事件簿13巻、こちらが、初動47,519部となっております。で、第14位です。14位。無色転生コミカライズという、こうね、ラノベのコミカライズがどん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 ランクインしております。こちら初動48,616部というね、非常に無色転生も人気ですけどね、アニメ2期も待ち遠しいな。なんか PV 出るみたいですね。非常に楽しいなと思いますね。はい。で、第13位です。13位。ミステリーという勿れ11巻ということで、こちら49,334部売れまして、334部売れまして、累計で311,634部売れております。で、次、第12位です、12位。薬屋の独り言、マオマオの高級謎解き手帳14巻という、こうね、こちらが昭和館バージョンかな。初動5295部売れました。累計品96,422部、前回のね、売り上げ上げまして、5万部、超えてきましたよというところでね、累計でも10万部近くすでに売れております。非常に人気ですね。で、第11位です、11位。ダイヤのエース、アクト2、31巻で、こちら55,114部売れました。累計で106,656部となっております。では、ここからトップ10やっていきます。第10位です。第10位。推しの子8巻という子ね、こちら56,301部売れました。累計で118,001部という、ね、非常にね、まあ、ブレーキもいいですね。この先もね。いや、アニメね。お願いします。お願いします。はい。ということでございます。で、第9位です。第9位。スキップビート48巻、これショート漫画ですね。こちらの方が64,914部ショートで売れております。では、第8位です。第8位。名探偵コナンゼロのティータイム6巻というのが65,961部です。累計で、早くも15万を突破しました。155,196。本当に人気ですね、これもね。8位となってます。では、第7位です。第7位。早々のフリーレン8巻ということで、こちら74,701部売れました。累計217,941部、こちら累計で早く20万も超えてきましたが、読んでくれておりますでございます。では第6位です。第6位。かぐや様はコクラス対26巻天才たちの恋愛頭脳戦というこうね、アニメ3期もね、まあ、最終回もやばすぎたというところですよね。87,777部売れました。累計で163,306部というね、やっぱ推しの子よりはさすがにかぐやさんも売れてるのか、まあでも、これ、ね、アニメが始まって推しの子はどんぐらい伸びるのか、本当にここは楽しみなところなのかなと。で、かぐや様あと14話とかで完結するそうですね。まあ、14話というと意外とあるような気もするんですけど、まあね、完結までしっかり見届けたいなというところでございます。はい。ではこれトップ5やっていきます。第5位です。第5位。ゴールデンカムイ30巻ということで、金カム最新巻が99,474部売れまして、累計で241,446部というふうに、ゴールデンカムイめちゃくちゃ売れておりますでございます。で、第4位です。第4位。ここに行ってきました。週末のワルキューレ15巻、週末のワルキューレ最新巻が144,462部初動売れまして、第4位となっております。で、まあ、週末のワルキューレに関しては特装版とかも合わせたね、まあ、15万部が超えてくると一応ものすごく売れてますね。週末のワルキューレもね。アニメ2期は2023年放送を決定したのかな。というと非常に楽しみですしね。原作の、まだ僕最初読めてないので、こちら読むのも楽しみだと思います。はい。では、ここはトップ3やってます。第3位です。第3位。キングダム65巻というのは、こちら146,495部売れまして、累計で491,701部という、早くも累計50万部近く売れて、さすがキングダムというね、実写が第2弾もうすぐ公開近づいてきましたよね。キングダム65巻第3位となっております。では、次第2位です。第2位。
来ました。薬屋の独り言10巻、小学館ねえ方も、まあコミカル2種類あって、もうすでにもう一つはランクインしてますが、こちらの方が売れてると、スクエニ版のコミカライズ、薬屋の独り言が、なんと初動165,170、もうただでさえラノベのコミカライズが大量ランクインするので、やっぱこれえぐいね、マジで。アニメ化はいつなんですかっていう感じなんですけども、薬屋の独り言はとんでもない人気ですね、これはね、もう。いや、さすがにまあまあ、テンスラとかも売れてますけど、テンスラもね、やっぱアニメ効果も確実に手伝ってると思うんですけど、アニメ化しないでこれ、もう異常だと思いますよ、ほんと売り上げ的にってね、まあ、とんでもない作品だと思いますがね、第2位になっております。そして、これをも上回った第1位、漫画界大エース、大エースなのか、第1位はこちらです。東京リベンジャーズ28巻というかね、先週に続き2週連続第1位、さすがですね、通り部ね、アニメはね、2期の放送もだんだん近づいてきてますけれども、こちら189,386部売れまして、累計で598,365部というこうね、まあ、非常に東京リベンジャーズ売れてましてね、アニメ2期制約決戦もね、非常に楽しみだなと。まあちょっと不安もね、まあその、まあ、先週も言ったらもう俺はありますけどね。あの原作の最新話題も本当に非常に熱いところやってますね。そちらもね、まあ、原作も簡潔に確実に近づいてきてると思うんですけど、そちらも楽しみに読んでいきたいなと思います。というわけで今回の週刊漫画売れランキングトップ30の紹介以上となるんですが、まあお気づきの方もいらっしゃると思います。なんと、スパイファミリー、11週連続全巻トップ30入りならずという声ね。2巻と3巻が惜しくもトップ30圏外、34位と35位という感じになってしまいました。2巻の方が今週は 27,280部、3巻は今回 27,022部売れたと。で2巻に関しては累計が200万部超えたということで、非常にめでたいところだったんですけれども、トップ30には入らず、うん、まあでもトップ50には入ってるというこうね、まあなんとも言えんのですけど、いやーでもね、売り上げがその落ちてないんですよね。これがちょっと悲しいところで、まず今週レベル高かったですよ、先週よりちょっとね、平均的なレベルが。2巻に関しては、先週が 29,245部で、で今回が 27,280部だから、まあ2000部ぐらい売り上げ落ち、まあ落ちていますよね。3巻だ 28,001部で 27,000、まあ、1000部ぐらい、まあ、ちょっとね、売り、まあね、落ちてはいるんですが、先週の数字だったら入ったんですよね。先週だったら入ったんで、この辺がまあその、ね、まあ、売り上げランキングっていうのはその週によって変動するのが難しいところなんですけど、まあね、まあ、多分もう入んないんじゃないかな、来週。来週どうなんだろうな。まあ、まだね、こんだけアニメもワンクール終わっても、普通に毎週3万部とかね、売れてランクに入ってるのは、とんでもない記録なのは間違いないんですけれども、今回で、その連続記録は断たれてしまったということね。まあ、ちょっと残念な感じになってしまいました。まだまだね、もう最近はもう売り上げどん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 増えていく。まあ、累計物数2500万突破、3000万部突破っていうニュースは確実に流れてくると思いますし、まあ、原作がどこまで続くかにもよりますけれどもね、まあ、ほんと最終的に1億部とかいく可能性もあるんじゃないかなと。まあ、2クル目に入ったらまたね、まあ、こうやって週刊漫画類を席巻する時も来るんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう面でも非常に楽しみにまた待っていきたいなというところでございます。ということで、今回の週刊漫画ウィギランキング、今年の6月20日から26日まで週間ランキングトップ30の紹介は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、来週も引き続き土曜日にこの週刊漫画類上げていきました。あと、漫画動画はね、ちょっと月刊漫画売り上げと、あと上半期の漫画売り上げ、ちょっといろいろ上げようと思ってるんですけど、ちょっとなかなか夏アニメもちょうど始まってるんで、ちょっと上げるタイミングがちょっとね、今ちょうど考えてるところなんですけど、まずね、どっかで確実に上げます。そちらもお楽しみいただけたらと思うし、あと、公認議員紹介まだ上げてないんでね、あと、本月だともうせめやっぱ上げる動画ありすぎるんですけど、ちょっとなんとか上げますね。お楽しみにお待ちいただけたらと、チャンネル登録ね、まだぜひしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回の動画は締めたいと思います。本当ですね、今回のメーカーと皆さんご視聴いただきありがとうございました。